ステファン・ルハは、ルーマニア出身のバイオリン奏者。彼への生まれ、幼少時よりバイオリンをはじめ、クルジュ音楽院で、フェレンツ・バローグに支持。1949年にクルジュのロマーニャ歌劇場の団員となり、1957年にその劇場の第一バイオリン奏者となった。その翌年にはコンサートマスターに昇格している。 このコンサートマスター職に就いた年に、チャイコフスキー国際コンクールに出場し、バイオリン部門で3位入賞を果たしている。また同じ年に、ブカレストのジョルジュエネスコバイオリンコンクールで優勝を果たし、1959年には、ロンティボー国際コンクールのバイオリン部門、第2位を獲得した。1963年から亡くなる前年まで母校で、後進の指導にあたり、 1964年には、自分で減学史重相談を結成している。1984年には、ルーマニア政府より、芸術功労賞。1968年には、文化勲章。2001年には、優秀芸術家の称号をもらっている。クルジュニテ死去。discog.com。ありがとうございます。